こんばんは、2回生バンドで。よろしくお願いします。メンバーの遅刻によって、すごい時間通り進んでたにもかかわらず僕たちのせいで、押してしまうということになってしまい、本当に申し訳ございません。今回のバンドはですね、僕がこのギターの池田君に、なんか企画バンドやらないのって言って、2回生バンドがやりたいっていうことを言ってたので、いいなって思ったら、気づいたら僕が主催になってた感じで、やらさせてもらっています。よろしくお願いします。都合により今日は4曲しかできないので、押した分を取り戻す感じでいきたいかなと思っています。次の曲は、サンバデルグリンゴです。はい、違いましたっけ？あ、ごめんなさい、何でしたっけ？アフリークをお届けします。あ、ごめんなさい。この曲はですね、トランペットの沖大志君がね、大阪ジャズフェス のアンコールっていうイベントのアンコールですごいことをしていて、これをやってみたいなって思った次第です。はい、じゃあお願いします。
ありがとうございました。アプリックでした。なんだかよくわかんない感じの曲だと思うんですけど、これはデュク・エリントンの曲で、まあ、僕の意図としては、まあ、エリントンやったことない人にすごい気持ち悪いエリントンの曲をやらせてみたかったなっていう感じで選んでみました。大志くんのね、高い声が聞こえましたかね。これやったらいけるかなって思って選んでみた。はい、メンバー紹介をした方がいいかなっていうことで、メンバー紹介をしようと思うんですけど、まあ、最初の練習の時に、まあ、2回生バンドって名物から、まあ本番の時までには側だけでもいいから仲いい感じを出そうねって言ってたんですけど、まあ、僕は未だにみんなの名前を把握してないっていう状態ですみません、スマホを見させていただきます。サックスから、僕のそっち側から、僕側からサックス、テナーサックス、ブタネズミ、ケイタロウ、カルトサックス、兄弟、兄弟時計。兄弟ダーク、近藤さん。ビートメーカー、ラッシュ、ヤスコーシリオ。ビートメーカー、2回、2回生、全員2回生。テナーサックス、草薙。反対、バリトンサックス、藤井かほ。はい、じゃあ次、トロンボーンパートを紹介します。同じぐらいにしてください。巨大ダーク、ごめんなさい。熊谷玉城。ピッチメーカー、ラッシュ、草の結衣。あ、じゃない。ごめんなさい、TS と TV をちょっと見間違えちゃった。ごめんなさい、許してください。はい。はい。すいません、ありがとう。ごめんなさい、許してください。今後も仲良くしていただけると嬉しいです。はい、はい、バストロンボーン、リズメーカーダッシュ、何でしたっけ、何でしたっけ、ありました、サトシさん。イエー。はい、じゃあ一旦スタート紹介をして、メンバー紹介をちょっとしんどくなる。あ、ちょっとかすいません、トラで、トラっていうか、企画版のトラってちょっとわかんないですけど、はい、乗ってくれてます。3回生です。実際に量。イエーてなわけでね、次の曲に行きたいと思います。はい、サンバベルグリンゴでーす。
サンバデルグリンゴでした。ありがとうございます。メンバー紹介の続きをやっていこうと思います。この距離だと顔が見えなくて誰だかちょっと分かんないから、名前を言うんで手を挙げてもらって、ね、兄弟ダークに入ってます、二瓶亮です。僕です。よろしくお願いします。半大、ニューウェーブ、井口さんも。はい、コーナー、ニューポット、沖大使。はい、立命館ラッシュ、スーパー構成。兄弟ダーク、岡本大輔。はい、半大、ニューウェーブ、足立和志。やっぱみんな言った？はい、じゃあリズムパートの紹介をします。はい、ドラムス、半大、佐竹亮也。ピアノフォルテ、真鍋博之。反対です。同志社大学、同志社、ベース、青木ずは。オルガン、ちょっと最後。早いもので、次の曲で最後になります。負けたかな？あ、いけなく言わせてた。ごめんなさい、主催なのに。主催じゃない、やりたいって言った人なのに。はい、ギター、兄弟、池田一斗。はい、というわけで、関西2回生ビッグバンドでした。ありがとうございました。最後の曲は、ラフィエスタです。この曲を選んだのは僕なんですけど、ちょっと難しすぎて後悔してる自分がいる感じではいるんですけども、まあ、うまくいけばいいかなっていう感じで頑張ります。はい、じゃあ、ごめんなさい、もう一回言わせてください。開催2回生バンドでした。ありがとうございました。
します。